ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は中国人不法移民がアメリカで急増しているわけについて解説するぜ。最近ニュースでよく聞くけど、なんで急増してるの？経済的な理由だけじゃなく、もっと深い事情があるんだ。気になるわね。詳しく教えてよ。オーケー、チャイナから出ていっちゃいな。わお。ゆっくりしていってね。マリサ、最近ニュースで中国人の不法移民が増えているって聞いたんだけど、なんで今、急に増えてるの？そうなんだぜ、霊夢。アメリカとメキシコの国境を越えて不法に入国する移民は、ここ数年で急激に増えているんだ。2022年10月から2023年9月までの1年間で、なんと250万人もの不法移民が拘束されたんだぜ。これは3年連続で過去最多を更新してる数字なんだ。え、そんなに多いの？250万人って信じられないわ。そうなんだ。メキシコや中南米の国々からの移民が大半だけど、最近増えているのが中国からの不法移民なんだぜ。昨年度1年間で中国人の不法移民は約3,800人。割合的にはまだ少ないけど、これが注目されている理由は、その増加率なんだ。増加率？どれくらい増えたの？前の年と比べて約10倍になったんだぜ。去年12月だけでも6000人近くが国境を越えて拘束されたんだ。急激な増加にアメリカ当局も驚いているんだよな。10倍。そんなに急に増えたのね。でも、なんで中国人がアメリカに不法入国しようとしてるの？中国って経済的には豊かになってるんじゃないの？確かに、中国は経済的に発展してきた国だぜ。でも、不法入国する理由は経済的な理由だけじゃないんだ。次のパートでは、その背景を詳しく解説するぜ。なるほど、やっぱり経済だけじゃないのね。続きが気になるわ。マリサ。中国人がアメリカに不法移民してるって聞いたけど、どうやってそんな遠いところまで来るの？中国からアメリカなんてすごい距離じゃない？そうだぜ、霊夢。中国からアメリカまでは1万キロ以上離れてるんだけど、それを乗り越えてくるんだぜ。1万キロ。しかも、彼らが使っているルートは超危険なんだ。危険って、具体的にはどんなルートなの？そもそもどうして危険なルートで入国するの？実は、新型コロナの感染拡大や米中関係悪化に伴って米国が中国人に対するビザ発給を制限しているんだ。米メディアによると、2016年には220万の短期滞在ビザが中国人に発給されたが、2022年には16万に激減しているんだ。このため、正規ルートで直接、米国に渡航できない人たちが目指すようになったのが不法入国ルートなんだ。なるほど。つまり、以前は正規ルートで入国してたってことね。その通り。それで、危険なルートはどんなルートなの？まず、最近中国は国際的な地位が上がってきて、ビザなしで入国できる国が増えてるんだ。アメリカでは減っても世界的に見ると増えているのね。それを利用して、最初に目指すのは東南アジアだ。東南アジアは観光地としても人気だし、中国人にとって出国しやすい場所だからな。なるほど、まずは東南アジアね。それで、そこからどうやってアメリカに行くの？東南アジアから次に目指すのは南米のエクアドルなんだぜ。エクアドルは中国人がビザなしで入国できるから、ここを足がかりにするんだ。え、南米まで行くの？でも、そこからアメリカまではまだ遠いでしょ？そうなんだぜ。エクアドルから今度は北へ向かって、まずはコロンビアに行く。コロンビアから海を渡ってダリエン地境というジャングルに入るんだ。ここからがかなり厳しい道のりになってくる。このジャングルは約100キロにわたって広がっていて、そこを突破しなければならないんだぜ。ジャングルを100キロも。そんな場所を通らなきゃいけないなんて、すごく危険じゃないの？そうなんだぜ。ダリエン地境はマラリアとかの感染症も怖いし、ギャングや強盗、性暴力の被害に遭うこともあるんだ。急流を渡る必要もあるし、命を落とすことも珍しくないんだぜ。遺体が転がっているなんてこともあるんだ。そんなに危険な場所を通るなんて。でも、なんでそんな危険を犯してまでアメリカに行くのかしら？それは後で詳しく話すけど、彼らにとってはそれだけの価値があるんだ。それでも、ジャングルを抜けた後もまだ終わりじゃないんだぜ。そこからさらに何カ国も通過して、メキシコとアメリカの国境まで4000キロも北上する必要があるんだ。え、4000キロ。ジャングルを抜けてもまだそんなに進まなきゃいけないのね。でも、どうやってそんなに移動するの？そこには斡旋業者っていう手引きをしてくれる人たちがいるんだ。
彼らはお金を受け取って、国境を越える方法を教えてくれるんだぜ。でも、もちろん彼らも国を越えて連携してるし、安全なわけじゃないんだ。なるほど、斡旋業者がいるのね。でも、それでもメキシコとの国境を越えるのは簡単じゃなさそうね。そうなんだぜ。メキシコとアメリカの国境は厳しく警備されてるからな。でも、それでも不法にアメリカに入る方法はあるんだ。貨物に紛れたり、国境の抜け道を使ったりして、なんとかアメリカにたどり着くんだぜ。すごい執念ね。それだけのお金や時間もかかりそうね。その通りだぜ。中国を出てからアメリカにたどり着くまでに2ヶ月かかることもあるし、家族3人で600万円くらいかかることもあるんだ。それでも彼らはその道を選ぶんだぜ。そんなにお金も時間もかかるのに、それでもアメリカを目指すなんて、よっぽどの理由があるのね。詳しく教えてほしいわ。次にその理由について話していくぜ。ねえマリサ、中国って経済的に豊かになってきたって言うけど、どうしてそんな国からわざわざ危険を冒してまでアメリカに密入国するのかしら？不思議じゃない？確かに、表面的には中国は豊かになっているし、国際的な地位も向上しているんだぜ。でも、それでもアメリカに密入国しようとする理由は、経済的な問題だけじゃなく、もっと深い背景があるんだ。もっと深い背景って、どんなことなの？まず、最近の大きな要因の一つは、新型コロナウイルスだぜ。中国でもコロナ対策の影響で、多くの人が仕事を失ったり、厳しいロックダウンで生活が困難になったりしているんだ。それは大変ね。中国のコロナ対策は非常に厳しくて、多くの人が長期間のロックダウンや厳しい規制に苦しんだんだ。それに加えて、政府の統制が強化されて、人権侵害や宗教上の迫害を受ける人たちも増えているんだよな。だから、豊かになったとはいえ、まだまだ厳しい状況が続いているんだ。そうか。そういう背景があるのね。表面的には豊かに見えても、自由が制限されているってことなのね。その通りだぜ。だから、彼らは自由や新しい生活を求めてアメリカを目指すんだ。でも、仕事を失ったり、政府に抑圧されたりする人たちがそんなに多いの？実は多いんだぜ。なるほどね。豊かさだけじゃなくて、自由も大切にしたいって気持ちがあるんだわ。でも、それにしても大変な旅をしなきゃならないのは本当に過酷だわね。そうだな、霊夢。彼らにとってはアメリカでの生活がそれだけ魅力的に映っているんだぜ。次は、彼らがアメリカに到達してからどうなるのかを見ていこうぜ。わかったわ、マリサ。ねえマリサ、じゃあ中国人たちが危険を冒してアメリカにたどり着いたら、どうなるの？アメリカに入国できたからって、すぐに自由な生活が始まるわけじゃないわよね。その通りだぜ、霊夢。アメリカに不法入国した後、彼らはまずアメリカの移民施設に送られるんだ。そこで亡命申請の手続きをするんだぜ。亡命申請って何なの？どうしてそんな手続きが必要なの？亡命申請っていうのは、自分の国で迫害を受けているとか、命の危険があるから、その国に戻れないっていう理由で他の国に保護を求める手続きなんだ。中国の抑圧から逃げてきた人たちにとっては、これがアメリカで合法的に滞在できる方法なんだぜ。なるほどね。それで、その手続きを終えるとどうなるの？手続きが終わると、彼らは解放されることが多いんだ。アメリカ国内のどこかにある施設に入れられるんだけど、空きがあればそのまま解放されるし。施設が満杯だと、数日間その施設に残らなければならないこともあるんだ。解放された後は、どこに行くの？住むところとかどうするの？彼らは基本的に自分の目的地に向かうんだ。多くの場合、アメリカにはすでに知り合いや家族が住んでいることが多いから、その人たちを頼って移動するんだぜ。そうじゃない場合は、同じようにアメリカに来た仲間同士で情報を交換しながら、どうにかして生活を始めるんだよな。ふむふむ。でも、いきなり異国の地で生活するなんて、相当大変そうよね。どうやって仕事を見つけたり、生活を安定させたりするの？それがまさに彼らの一番の課題なんだぜ。合法的な滞在許可が下りるまでには時間がかかることが多いし、その間は仕事を見つけるのも難しいんだ。だから、まずは低賃金の仕事を見つけて、その日暮らしを続けながら、仲間同士で助け合って生活していくんだ。それってすごく厳しい状況よね。家族がいる場合は、もっと大変そうだわ。そうなんだぜ。特に家族連れの場合は、子供たちの教育や健康の問題もあるし、家賃や生活費をどう工面するかが大きな課題になるんだ。
だから、彼らはコミュニティで助け合いながら、なんとか生活を維持しようとするんだぜ。アメリカにたどり着いても、まだまだ試練が続くのね。でも、それでも彼らはアメリカでの生活を目指して頑張るのね。そうなんだぜ。彼らにとっては自由やチャンスを求めて、リスクを冒してでもアメリカに行く価値があるんだ。もちろん、すべてがうまくいくわけじゃないけど、夢を追い続ける人たちは多いんだぜ。でも、その夢を追い続けるためには、相当な覚悟が必要なのね。アメリカでの生活が簡単ではないっていう現実を知ると、ますます大変さが伝わってくるわ。その通りだぜ。次のパートでは、これが米中関係にどう影響を与えるのかについて詳しく話していくぜ。わかったわ、楽しみにしてるわ。レイマリサ、中国人の不法移民が増えていることが、米中関係にどう影響してるのかしら？今までにもいろんな問題があったけど、これって新たな摩擦になりそうじゃない？その通りだぜ、レイム。この不法移民問題は、特にアメリカの政治において大きなテーマなんだ。特に大統領選挙が近づくと、移民問題が強く取り上げられるんだよな。アメリカの外交姿勢が強硬になって、内向きに転じることが多いんだぜ。選挙が近づくと移民問題が注目されるのね。でも、どうしてそんなに移民に厳しくなるの？それは、移民問題が国内の失業や犯罪と結びつけられて論じられるからなんだぜ。特にトランプ元大統領は、不法移民がアメリカの治安や経済に悪影響を与えているって主張してたんだ。もし彼が再び大統領になれば、さらに移民に対する圧力が強まる可能性が高いんだ。トランプ氏がまた大統領になったら、って話、最近よく聞くわよね。もし本当にそうなったら、中国人の不法移民はどうなるの？もしトランプ氏が大統領に復帰したら、不法移民に対する取り締まりが一層厳しくなるだろうな。彼は移民がアメリカ国内での犯罪や失業の原因だと主張してきたから、中国人の不法移民問題もその一環として取り上げられるだろうぜ。アメリカ国内の政治や経済の問題と絡めて、新たな摩擦を引き起こす可能性があるんだ。そうなると、米中関係がさらに悪化するってことね。でも、どうしてこの問題がそんなに大きく取り上げられるようになったのかしら？それは、アメリカ国内で移民が大きな政治的テーマだからなんだぜ。特に、移民が増えると、その国民の仕事を奪うんじゃないかとか、犯罪が増えるんじゃないかって懸念が強まるんだ。こういった感情が、選挙の際に有権者の関心を集めるんだよな。そうか。移民問題がアメリカの選挙に大きな影響を与えるのね。でも、米中関係って、ただでさえいろんな問題を抱えているのに、この不法移民問題がさらに加わるとどうなるのかしら？米中関係は、すでに経済や安全保障、技術分野などで多くの摩擦があるんだぜ。これに加えて、不法移民問題が新たな火種になる可能性がある。近々、米中首脳会談が実現するとも言われているんだけど、その場でこの問題が取り上げられるかもしれないんだ。首脳会談でこの問題が話し合われる可能性があるのね。もしトランプ氏が再び大統領になったら、その会談の内容も変わるんじゃない？そうだな。アメリカと中国の間にはすでに多くの問題があるが、不法移民問題はその中でも新しい摩擦の原因になりそうだ。次のパートでは、日本における外国人労働者の問題とこの移民問題を比較してみようぜ。日本でも移民問題は関心が高いから、興味深いわ。続けてお願いするわね。レイマリサ、日本では外国人労働者が増えているって聞いたけど、移民と同じなのかしら？政府は移民政策を取っていないって言ってるけど、どう違うの？いい質問だぜ、レイム。実際、日本政府は移民政策は取っていない。って言ってるけど、外国人労働者は受け入れているんだ。ここがポイントなんだぜ。移民っていうのは、基本的にその国に国籍を取得して定住することを前提としてるんだ。でも、日本では外国人労働者は一時的な在留を前提としているんだよな。つまり、国籍を取るか取らないかが大きな違いってことなのね。でも、外国人労働者はどんな条件で日本に来ているの？日本では2019年に改正された出入国管理法によって、新しい在留資格が設けられたんだぜ。これが、特定技能、だ。この資格を持つ外国人労働者は、最長5年まで日本で働けるんだけど、その間、家族を連れてくることは基本的にできないんだ。え、家族を連れてこれないの？それってかなり厳しい条件じゃない？そうなんだぜ。日本では、あくまで短期間の労働力を確保するための政策だから、移民のように家族で定住することを想定していないんだ。
だから、在留期間も短くて1年、更新も半年、または4ヶ月ごとなんだ。なるほど。だから移民じゃなくて外国人労働者っていう扱いになるのね。でも、国際的にはどう見られてるの？ここが興味深いところだぜ。国際的に移民の定義は、必ずしも国籍取得に限らないんだ。だから、たとえ一時的でも、他の国で働くために移動している人は移民とみなされることが多いんだよな。つまり、世界基準で見ると、日本に来ている外国人労働者も移民とされているんだぜ。へえ、世界から見ると、日本は移民を受け入れているってことになるのね。でも、日本ではあくまで移民じゃないって主張しているのが不思議だわ。そうなんだぜ。日本のスタンスとしては、国籍取得や家族帯同を前提にしていないから移民ではないってことなんだ。政府は外国人労働者の受け入れを拡大しているけど、移民政策は取らないっていう線引きをしてるんだよな。でも、それって世界の基準とは少しずれてるのね。外国人労働者を受け入れても、移民とは違うって言い張るのは難しそうだわ。その通りだぜ。なるほど、日本の移民政策って思ったより複雑なのね。もっと理解しておかないと、誤解されちゃいそうだわ。その通りだぜ。というわけで今回は、中国人不法移民がアメリカで急増しているわけを紹介したぜ。新型コロナや米中関係の悪化、そして厳しい移民政策が背景にあったんだな。中国からアメリカまでの道のりがとても過酷だってわかったわ。自由やチャンスを求めてるんだね。そうなんだぜ。これが米中関係にも影響を与える可能性があるんだよな。ますます注目の話題ね。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。